こんにちは、リリナナです。今日はこちらメランジの方のあとナチュラルベージュ、これは今年のものなんですけど、こちらはアッシュブラウン、去年のものですね。これは視聴者さんにいただいたものなんですけども、ありがたく使わせていただこうかなと思っていて、この2つを縦のボーダーにしてサコッシュの方を作っていこうかなと思います。なんとなくこんな感じかなっていうのがあって、ただうね編みで長く編んで、それを半分に折るぺったんこなショルダーバッグっていう感じなんですけども、それを作っていこうと思います。まずは鎖編みとだいたい70目でスタートをしていきます。かぎ針の方が7号針の4ミリ、こちらを使って、で何回か試作をしたりとか、試作というかどんな模様にしようかなとかいろいろ考えたんですけども、半分での長さを少し作ってみて、で縫いかがるのがめんどくさいから、だったら長く作って半分に折った方がもうぺったんこなのでその方がいいなと思って、今回も長いのを作って半分に折る感じにしちゃいます。ではちょっと大変なんですけども、70目ちょっと作っていきます。はい、70目編めました。70目編んで半分にした感じが、そんなに大きくないものなんですけども、細編みの方を入れていくので、細編みというかうね編みの方を入れていくので、ちょっと大きさは変わってしまうんですけど、だいたい半分にすると20センチぐらいのものを作ろうかなと思っています。で全部編み終わったら、上の方は細編みかなんかでちょっと編んでいこうかなと思っているので、70目編んだら鎖1つで立ち上がって、1個2個目の裏山にまず細編みを入れていきます。ちょっと大変なんですけど、70目ずっと入れていってみます。はい、細編みを70目編んできました。でもしかしたら最初とか結構ぼーっと長く編むので、編んでると最初が一番最初に編んだところの目を忘れがちなんですよね。私よく忘れちゃって、あれなんかこっちだけ形が変っていう時がよくあるので、マーカーをちょっとつけておきます。で鎖一つで立ち上がって、とうね編みなので、うね編みっていうのは円で編む時の筋編みと同じです。向こう側半目を取る、一番最初の目がちょっと分かりづらいので、こう引っ掛けるんじゃないか、ちょっとここの出ている糸を押さえながらくるっとすると、ここに細編みの頭がありますね。それの向こう側半目を取ります。こんな感じで細編み、一番最初がちょっと編みにくいかもしれないです。でそしたらもう向こう側半目をずっと拾っていきます。でひっくり返しても向こう側半目、ひっくり返したからって手前にするわけではなくて、もう全部向こう側半目を拾う感じで、一番最初がちょっと分からなくなっちゃわないようにマーカーをつけておきます。で今細編みを1段2段編んだので、4段で色を変えようかなと思います。全部同じ方向から変えたいので、1、2、3、4、こっちから全部色を変えるように、あっちもこっちもってなるとちょっと処理がめんどくさいなと思ったので、今回糸を切らないでもうつなげたまんま編んでいこうかなとは思ってるんですけど、全部同じ方向から糸がつないであった方が楽かなと思いました。で試作をしてないので、どんな感じになるのか、可愛くなるのかがちょっと不安なんですけども、ちょっと作っていっ
てみます。胸編みだから伸びちゃわないかちょっと心配なんですけど、では端の方まで編んでいきます。はい、最後まで来たのでマーカーを外して向こう側1本、端の方ももう向こう側1本ですね。で鎖1つで立ち上がってまた向こう側1本を取ってうね編みをしていきます。往復編みで編むときはうね編みで、円で編むときは筋編みっていうらしいです。編み図記号は同じなんですけども呼び方が変わるみたいですね。でこれを今3段目1、2、3段目なので4段目までうね編みの方を編んでいきます。はい、4段目の最後まで来ました。で最後の一目で色を変えていきます。うね編みって目数を数えるのがちょっと分かりにくいんですよね。でその時にここに細編みが1段あってで2段目が後ろに隠れてるんですよね。このデコボコしてるところ、デコボコしてるところの後ろ側が2段目、1段目2段目でここの見えてるところが3段目で後ろの部分が4段目っていう感じで1、2、3、4っていう風に数えます。結構ずっと長く編んでいくとで同じカラーで編んでいくと何段編んだのかが数えるのが結構大変だったりするので、私はこのデコ出っ張ってるところ、ここがもう2の塊っていう感じで2、4、6っていう風によく数えてます。で4段目の最後に針を入れてうね編みですね。で糸を持ってきて引き抜くときに色を変えます。でこちらの糸を使わせていただいて、と今はアッシュブラウンがないので売ってないので、もしボーダーにしたいなっていう方はお好きな色でボーダーにするといいんじゃないかなと思います。そしたらもうまた一目目のところですねから細編みというかうね編みをしていきます。この時に糸端はちょっと巻きかがっ、編みくるんでしまって編んじゃおうかなと思います。で今まで編んでいたもの、ちょっと汚い、今まで編んでいたものはちょっと休ませておいて切らずにこのまま編んでいきます。でこちらのブラウンでも4段うね編みをしていきます。これももう全部向こう側1本ですね。はい、うね編みの方を4段編んできました。1、2、3、4で最後のところで色を変えます。この休ませておいた糸ですね、これで間違えた、最後引き抜くときに取ります。その時に、きつくなりすぎず緩くなりすぎずっていう感じで自然な感じで流れるような感じで編んでいきます。でこれは休ませておきます。でまた向こう側1本で上の方は最後に細編みを入れるのでこれも一緒に編みくるんじゃうから切らなくて大丈夫です。でこれをずっと繰り返していきます。で2色使ったりするときに同じところにこう糸を置いておくと結構絡んでしまってイライラすることってないですかね。私はよくあるんですけども、そういう時は一つ
一つはこう上の方に置いたりとか、でもう一つはこう下の方に置いたりとか、場所を違うところに置いておくと絡まずに編めると思います。模様とかこう絵を編んだりとかするのありますよね。いろんな色を使ったりとか、あと模様を編み入れたり編みくるみながらみたいな。でそうするとどうしても絡んでしまったりするんですけども、こんな感じのボーダーとかだったら絡まずに編めると思います。玉の場所が同じところだともうぐるぐるひっくり返すたびに絡んでしまったりするんですけど、こう違う場所に置いとくだけで絡まなくなります。で今の状態でこう半分に折った時、19センチぐらいになってます。でこうちょっと幅を広げて上に細編みかなかなんかで上をつけていこうかなと思うので、もうこのくらいのサイズでいいかな。携帯が入るぐらいですかね。別にメランジじゃなくてもいろんな糸で編めると思います。アクリル毛糸とかだったら色もすごく豊富で、黒とオレンジでハロウィン仕様とか、赤と黒でディズニー仕様みたいなのでも作れると思います。ではもうひたすら長く編んでいきます。どのくらい編むかはちょっと様子を見ながらっていう感じで編んでいきたいと思います。はい、うね編みの方を編んできました。と 36段編んでます。ブラウンの方が1234段ですね。4段入ってる状態で、で両サイドにベージュをくるように12345段入れて編んでいます。でこれを長さを測ってみるか。長さがだいたい36センチぐらいになっています。これを半分に折って、で横の方をどうしようかな、まつっていこうかなと思います。このブラウンの方はちょっと長めに切って、糸処理できる分切って、でこっちも切っちゃおうかな。これもかがれる分のちょっと長めに取って、で裏がこっちに来るようにひっくり返したいので、これはかがんなくても引き抜き編みとか細編みをして処理しちゃってもくっつけちゃってもいいような気がします。私はちょっとかがっていきます。こっち2本と向こう側2本、でちょっと入り口のところは2回ぐらい、で一つの目に一つずつかがって、反対側もかがっていこうかなと思います。はい、
周りの方をかがってきました。でついでに糸処理もしちゃいました。上の方に出ている糸はこの上に細編みを入れるので別に糸処理をしなくても大丈夫かなとも思います。でひっくり返してで上を何色にしようかな。アッシュブラウン、ブラウンで細編みを入れていきます。はい、では一周ぐるっと細編みを入れていくんですけど、ちょっと試しに編んだら7号針で編んだらちょっと広がってしまったので号数を下げて6号針を使って上に細編みを入れていこうかなと思います。で両サイドに D カンをつけたいので、これは18ミリのものをここにつけたいので、とずらして横の部分をずらしてここのブラウンのところからスタートをして細編みを編んでいきます。1段につき1つ細編みを入れてくるっと編んでいきます。と横の部分を見るとこう結構穴が開いてたりとか針がスッと入りやすいところがあると思うのでなんとなくわかると思います。であと一つの模様が4段なので、まあ、4目4目4目っていう感じで編んでいけば、細編みを入れていけばなんとなくいけるかなって思うんですけど、まあ多少一目二目狂っていてもそんなに問題はないかなとも思います。では端までちょっと細編みを入れていきます。はい、端の方まで来ました。で大体真ん中あたり、ここが縫ったところなんですけども、縫ったところは飛ばして細編みを入れていきたいんですけど、まあ大体なんとなくで3目ぐらい細編みを入れようかな。1目でここは飛ばして次2目で次3目で次からまた細編み、間違えた。でこっちの面は私はこう出ているのでこれを編みくるみながら隠して編んでいっちゃいたいと思います。ぐるっと編んでいきます。はい、また端の方まで来ました。ここがかがったところなのでここにまた D カンをつけていきます。こっちもだいたい3目ぐらいで1目ここがかがったところなのでここは飛ばして次2目3目で次は細編みと細編み細編みで最初の目に引き抜きます。とりあえずあと1段細編みを入れてみます。でバランスを見ながら伸ばすかどうかちょっと考えていきます。でまた1つの目に1つずつ今度は頭を拾って細編みを入れていきます。
細編みの方をまた1段編んだので全部で2段ですね。もうちょっと長くしたかったんですけども、なんかバランスが悪くなりそうなので今回2段にしておきます。でどうしようかな、上をちょっと引き抜き編みをします。鎖1つで立ち上がって根元の次からスタートします。これはもう好きなように根元にいつも根元から引き抜いてるっていう方は根元からでもいいと思うし、私はここの立ち上がりを一目というふうにしたいので根元の次からっていう感じで編んでます。こっちか。で一周引き抜き編みをしてきます。はい、最後まで来たので引き抜く前にカットしちゃいます。チェーンつなぎでつけていきます。抜いて、マーカーがついていたところに針を入れて、で戻って、で後ろにこう出しちゃいます。で形を整えて後ろで糸処理をしていきます。はい、できました。で内布をつける方はつけた方がしっかりすると思うんですけど、私はめんどくさいのでつけずに、これはセリアさんか体操さんかな、セリアさんかなって売ってたボタンなんですけども、これをつけていこうと思います。普通にウッドボタンでも可愛いと思います。これ入んないんですよね。針だったら入るかな。ちょうど真ん中あたり、なんかずれてんな。この辺、この辺がいいかな。上じゃ変だし。で、でヘアゴムの細いやつ、これで留めるようにしようかなと思います。ちょっと動きそう。はい、できました。タグとかつけてもかっこいいと思います。普通にウッドボタンとかでも可愛いと思うし、男の子も使えると思います。で今回はなんとなくこんな感じで作っていきたいなっていうのはあったんですけども、もう必ず何目にするっていうのは編みながら考えたので、ちょっと反省点は、個人的に反省点は
70目スタートだったんですけども、上の細編みをもうちょっと多く入れたかったので 70じゃなくて68とか66スタートでも良かったかなと思いました。そうすればもうちょっとここが広く編めたかなと思うんですけども、このままでもっと細編みの部分を伸ばしても良かったんですけど、あんまり長くなるのが私は嫌だったので、まあ、このくらいのサイズがちょうどいいかなと思います。ちょっとここの付け位置がずれたな、ここが真ん中じゃなくなっちゃった。でサイズの方が18センチぐらい、横が、縦がだいたい20センチぐらいのものになりました。ちょっと出かけるのにいいかなと思います。重いものを入れる場合は内布とか必要だとは思うんですけど、本当に携帯ともう軽くガマ口じゃないけど小銭入れみたいなものを持ってく分にはいいかなと思います。いろんなカラーで作ると楽しいかなと思うので、もし何か参考になれば嬉しいです。で持ち手じゃないショルダー紐の方は手持ちのものを使っていきたいと思います。では今回はちょっと毛糸の方でサコッシュの方を作ってみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。